こんにちは、アルキンチャンネルです。今回ですね、トミテクのザ・トラックコレクションの日産ディーゼルミルクローリーを紹介したいと思います。はい、久しぶりのトミテクのトラックコレクションですね。はい、じゃじゃーん、おートミテクのザ・トラックコレクション、今回は第6弾ですね。おー、アルキンこのシリーズは大好きです結構ね、おークオリティが高いです。はい、今回のサーリーは日産ディーゼルの C800 です。おー、これちょっともう開封されたものですね。ちょっと、秋葉原のチョコ屋さんで、模型屋さんで買いました。はい、ラインナップはこれです。おー、いっぱいありますね。結構、おー、いいですね。で、今回アリキンゲットしたのは、はい、おー、日産ディーゼルの C800 のミルクローリーです。おー、なかなか珍しいですね、ミルクを半歩運搬するためのトラックですいいですね、はい、今までアリキンオートラックをコレクションの集めてます。はい、これはおいいですね。エネオスのところですとか、はい、はしご車とか、おあと郵便の高速、郵便トラック、お、はい、今回は、はい、ね、ミルクローリーです。じゃあ早速開けましょう。おお、はい、じゃじゃーん、おお、まずラインナップ、あ、取説見ましょう。おお、あ、これミルクローリーですね、日産ディーゼルでちょうどいいですね。ザ・トラックコレクションで6弾は、お、液体、あ、タンクローリーで、お、メインとしたシリーズです。ああ、なるほどね。で、6弾は、あ、液体を、お、はい、運搬物です。お、石油輸送から初めて、お、いろんなところがありますね。牛乳、今回がタンクローリーですね、牛乳輸送車。おー、はい、お、液体ばかりですね。はい、今回はミルクローリーですいいですね。はい、ということで、じゃあ、じゃじゃん、見ましょう。おー、あ、キラキラして綺麗ですね。はい、お、ちゃんと日産ビジョンと書いてありますね。おー、素晴らしい。またアリキン大好きなのは、そのナンバープレートもちゃんと、はい、再現されています。素晴らしいおー、ライトとかすごい細かい塗装もしっかりされてますね。造形ももちろんいいです。おー、ドアもちゃんと、ハンドルも表現されている。おー、中も見れますね、ワイパーとか。おー、あー、これいいですね、ミルクローリーのキラキラして、はい、おー、後ろもナンバープレートもありますね。ちゃんとテールランプもしっかり表現されています。下はこうなってます。おー、エンジンの模様とか、スペアタイヤもちゃんと再現されて素晴らしい。はい、2006年かな、このトミテクですね。おー、いいですね、ハワイ。あー、本当によくできてる、お、ミニカーですね。おー、これは素晴らしい。あー、クオリティが、いや、高いミニカーです。はい、ということで、じゃあ、今回、はい。では、今からターンテーブルで展示します。トミテクのザ・トラックコレクションの第6弾です。今回は、日産ディーゼルのミルクローリーです。おー、牛乳運搬するトラックですね。おー、専用のトラックです。おー、キラキラして、綺麗ですね。はい、よくできてるミニカーです。では今から道路のプチジュラマで展示します。道路のプチジュラマです。おー、今日産ディーゼルのミルクローリーと、後ろにある、あ、はい、石油タンクローリーを走行しています。いいですね、可愛いトラックたちです。
以上です。アルティーチャーでした。今回はトミテクのザ・トラックコレクションの日産日産のミルクローリーを紹介しました。はい、じゃじゃーん。おー、トミテクのザ・トラックコレクション第6弾ですね。はい、今回の第6弾の特集は、おー、液体、はい、運搬物です。タンクローリーです。の、まあ、特集ですね。今回は、まあ、牛乳優勝者です。ミルクローリーです。いいですね。はい、じゃじゃーん。おー、日産ディーゼルのミルクローリーです。おー、ちゃんとヘッドに日産ディーゼルと書かれてますね。しっかり表現さ再現されて、ナンバープレートもしっかり再現されてます。綺麗です。本当に。おー、もちろんローリーのところがキラキラして綺麗です。はい、後ろにもナンバープレートとテールランプがきれいに再現されてますね。はい、いいですね。下もちゃんとエンジンの模様もスペアタイヤも表現 あります。本当によくできてるミニカーですね。クオリティが高い。相変わらずトミテクの製品がいいですね。本当にコレクション用ですね。遊び用じゃなくてはい、綺麗な、はい、タンクローリーです。ミルクローリーですね。はい、ではチャンネル登録お願いします。またね、バイバイ。